どうした？ファブ？あなたはモチカチルとマリオチンではないでちゅか。マリオチン。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、前回ゲットした、この、辞書。読めないメモ。読めないメモもなんかな？お料理の本。読めないメモって誰に渡すんやろ。とりあえず辞書とお料理の本は、取られたって寄ったやつがおったけんね。やつ。取られたって寄った子がおったけん。ちょっとそこに返しに行こう。とりあえずは、お料理の本。あ、違う、お料理の本別に取られたわけじゃないよね。フライパンが取られたんよね。で、返して、でもまあ、お料理の本はここだろう、きっと渡すのは。あら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 、マリオちゃんが持っているその本、それはお料理の本。それがあればお料理のメニューをいっぺんに増やせるのよ。マリオちゃん、もしよかったら私に譲ってもらえないかしら。はい。料理が得意な人やけんね。まあもらえるの？嬉しいわ。お料理の本があれば2つの材料を使ってもっと美味しいものを作れるわ。何かお料理してほしい材料があったら持ってきてね。了解です。今のところ特に何もないんで大丈夫です。んで、あとは、キノポンやっけ？名前あっとる？知らんけど。そこ。え？どこやったっけ？ここ？ここか？全然違うな。誰だ君たち。勝手に家に入ってきながらあれやけど、誰だ？え？この奥か？ん？ここか？いや、違うか？家の中から鍵がかけられてた。全然ちげえな。こっちか。なんかめちゃくちゃ本がいっぱいある家やろ。すごいなんか、読書好きとしては夢のような。なんか私がめちゃくちゃ好きやった本屋さんがさ、なんか閉店して新しいとこでオープンしたんやけど、全然違うんよね、規模が。やめていただきたいわ。あったあった。一番奥っていうことだけ覚えとった。ああマリオ、僕の辞書が兵法に盗まれちゃったんだ。お願いだから取り返しておくれよ。頼むよ。あ、この子に読めないメモ渡すんや。まあでもとりあえずはね、頼まれた方を。僕の辞書取り返してくれたんだ、ありがとう。いえいえ、星のかけらをもらった。そしてちょっとこれ読んでもらえます？このメモを読んでほしいのかい？兵法の言葉で書いてあるね。メモの内容は、と、兵法の言葉？兵法の言葉ってなんかずっと普通に兵法の喋りいる言葉わかる気がするけど、共通語でわざわざ話してくれよったんかな。黄色、緑、赤、青の順番で叩こう、と書いてあるよ。叩こう？てかヒントなんや。黄色、緑、赤、青。でも要はあれやろ？兵法のおもちゃ箱の中の攻略ってことやろ、これ。何のことだろう？君にはわかるかい？え？黄色、緑、赤、青？なんか叩くものあったっけ？叩く？ブロック？ブロックか。あ、一応兵法のおもちゃ箱の中ではなんか、ビヨーンって、叩いたら、伸びる伸びるというか、叩いたら、なんかね、びっくり箱みたいなのが発動するやつあるよね。叩く。黄色、緑、赤、青。あ、なんか、前回のどこやったっけな。多分一番最後に行った駅か？そこになんか、何かしらあった気がする。駅着いてすぐのとこらへんに。どこだ？ピンク駅か？え？ピンク？グリーン？わからん。あ、忘れとった。ちょっと待って。グリーンか。グリーン駅に。多分一番最後やけん。ピンクが一番最初に行く駅やもんね。このなんか電車をゲットしてから一番最初に。ここに来て、まだ、レッド駅に行けてないんよね。あ、これ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 。あ、やっぱ箱なんやね。なるほど、なるほど。
兵法のおもちゃ箱の中で叩くといえば箱や。黄色、おー、なんか点滅しよる。緑、赤、青。正解？合っとるよね。あ、なるほどね。線路がつながるんや。あ、これでレッド駅に行けるようになるってこと？なんであんな細切れになったの、線路。消えた。どういう仕組み？はい、それじゃあレッド駅行こう。行きましょう。え、こっちってなん？そっか、グリーン駅は珍しく左側なかったんよね。なんか知らんけど。どこに行きますか？最後レッド駅に行きましょう。あれ、ピンクっていうより紫じゃない？あの色味。出発進行。さあ、これでラストの駅やね。どんな感じかな、最後。はい、到着。レッド駅に到着。どうも。この間、兵法たちがキラキラ光るカードを入れた堀を運んでいくのを見ましたよ。右の方へ行ったけど、あれが何だったのか確かめに行ってみようかな。駅から動かないで。あ、ハートある。で、右側に兵法たちが黄色いカード？違う、光るカードを入れた檻をっておったね。多分、星のせいのことやろう。ってことは、右側がボスなんやな。ハートもあるし、セーブしとこ。でも、毎駅、全部の駅にあるね。セーブ。あ、まあ、そこそこで中ボスみたいなのがおるってことか。うぃー。ハートのブロックかわいい。上から行くのが安全ってことやな。お、あの炎系の兵法めっちゃ嫌や。これ叩いとこや。コインやろ。あっ。あっ、ちょ、もう一周するね。ちょ、レサレサ一緒に追ってくれる？こっち側何があるんやろうな。あっ、叩けん。キャーイエーイ。わー、めっちゃコインまき散らす。せっかく結構溜まっとったんやけどな、コイン。多分40ぐらい溜まっとったはず。はっ。しかし、命には代えられん。ジャンプ。よし、オッケー。この一個のために。この一個のために、より多くの、コインが犠牲になったけど。やだ、来ないで。お、ああやめていただきたいわ。うわ、すごいばらまく。悲しい。あれは変えるとき用かな。いいよ。ん？ヒヒヒヒ。来たよ、来たよ。誰かが僕の住処にやってきたよ。何、誰？うひひ、マリオ？うひひひひ、マリオ。何、どうしたの？マリオは僕がやっつける。うひ、どこにも逃がさないぞ。でけえな。え、もう戦闘に突入？マジで？あ、コイン結構あった。ひひひ、さっさと君をやっつけて暗いところへ帰るんだ。明るいところは嫌いだよ。さあ、一緒に暗いところへ行こうよ。暗いなあ。はっ。ん、なんか若干明るくなったんですけど。レサレサのこの連続攻撃。あ、めっちゃ明るくなったよ。イエーイ。こんなに明るくなってる。ダメだよ、ほら、暗くしなくちゃ。これあれなんかな、暗いとなんかあるんかな。なんかあいつの攻撃が強力になるとか。あ、ん、え、なになになに、ビッグカンテラくん攻撃できるんやん。あ、まあ、そうよね、カンテラばっかり攻撃しよったってあれよね。じゃあ攻撃しよう、ビッグカンテラくんに。本体攻撃せんとね。グレイト。うわ、自分がめっちゃ明るくしよるやん。え、
へへへ、レサレサが。なんてことを、やめてよ。は、また暗くなった。あ、暗くなったら本体に攻撃できんのや。そういうこと？なるほどね。じゃ先にこうやってカンテラを攻撃して明るくしといて、多分この本人がこの光の範囲に入っとる状態やと攻撃ができるってことなんや。こんな感じ。あ、くそ、ナイスだ。よっ、今の間に。自分の姿を見えんくしよるってことやね。私の目には見えてるけどな全然見えてるけど見えてないっていう体なわけやね、これ。どれぐらい体力あるんやろ。うい、あ、またしてもこれ結構困るね。やめてくれよ。ナイスにならんかった。でも一応これでさ、ナイス決めたら、あ、ゲン勝った。決めてないけどいけた。いけーい。よしよし。でも結構さ、もう体力も増えたし、フラワーポイントも増やしたいな。でもな、体力が一番大事かな。あの怪我ってもともとしとったよねあのおでこのやつ。お、あー、やっつけれたかと思った。その定期的に自分でめっちゃ明るくするのあんなんしかもその後完璧には暗くできてないっていうね。この全然姿見えとる状態でとどめとるっていう。一回あのめっちゃこうパーって明るくなった後は2回にかけて暗くするわけやね。でもそういう時はなんかこっちへの攻撃が光での攻撃じゃなくなるけん、レサレサがちゃんと復活してくれる。あ、やった、やっつけた。いいね、17スターポイントゲット。うひゃー、なんか落としてったよ。あ、カンテラ落としてったよ。大丈夫？こんにちは。え、何喋って、え、喋ったぞ。あかりんでちゅ、ここから出してほしいでちゅ。出して、あ、割る。絶対中の子にも、おお、かわいい絶対中の子にもダメージあったと思うけど。ちっちゃい太陽や。バブー、やっと外に出られました。この子を閉じ込めてカンテラにしとったん。うれちいでちゅ、ありがとうでちゅ。どうした、バブ。あなたはモチカジュルとマリオチンではないでちゅか。マリオチン。さすがでちゅ。ヒーローでちゅね。かっこいいでちゅ。うひひひの嫌なやちからよくぞアカリンを助けてくれました。めちゃくちゃ読みづらい。アカリン恩返しするでちゅ。マリオチンについていくでちゅ。兵法たちが噂してました。大魔王クッパに捕まったピーチ姫を助けるんでちゅよね。偉いでちゅ。さすがでちゅ。アカリン感動したでちゅ。遠慮はいらないでちゅ。アカリンを頼りにしてい、いでちゅよ。え、でもさ、もう、あ、え、これはあれかい？そのレサレサたちと同じようなパターンでの仲間ってこと？おー、Cボタン下を押すとアカリンは周りを明るく照らしてくれるぞ。見えないブロックも見えるようになるぞ。あ、見えないブロックあるんやね。バトルでは敵を電気で攻撃するビリビリアタックや敵を麻痺させて動けなくするしびれフラッシュという技を使えるぞ。ほうほう。暗くなってきちゃいましたね。いい感じでちゅ。アカリン役に立つところ見せたいでちゅ。早速使ってみてほしいでちゅ。めっちゃ暗いな。あ、こういうこと。すごいでちゅ、明るくなりましたね。ふふふふふふ。もうアカリンのいない冒険なんて考えられなくなってきましたね。いや、でも他のところではそうでもないと思うけどな。こんな暗いとこないしね。ささ、レッツゴーでちゅ。バブー。なんかずっと持ったまんまや。え、これ能力ずっと使える感じ？もうボタン押してないんやけど。あ、これ見えないブロック？さっきまでなかったよね。
おお、雪やコンコン。アイテム系いいね。だいたいさ、ブロック叩いたところでほぼコインやもんな。はっ。なんか上に、あれやな。ランクアップか、あれ。ちょっと待って。キャー！来ないで。助けて。靴はちゃんと元に戻った。あ、あれも見えないブロックやな。えい、ここで落ちたら大変。あれはパレッタがいるってことかな。これ一番奥でいいんか。違ったー。待って。危険だ。危険だぞ。これは危険だぞ。とりあえず一旦明かりにいらんわ。来ないでください。待って、あれだな。一旦回復してこよう。どこやった？ここやった？あ、あ、ちょっと待って。はっ。からの。よっと。ほい。仲間を一人ランクアップできます。どの仲間をランクアップしますか？あ、ほら、あとカメキだけやったんや。アカリンにしよう。この仲間をランクアップさせますか？はい。お願いします。今スーパーランクになりました。で、技が増えたんか、これで。あかりん、あかりん、なんか技増えるんやったよね。発電パワーが増えたんか。電気のパワーで少しの間マリオの攻撃力をアップする。あ、いいやん、いいやん、パワーアップ系。なんであかりん使って、ちょっとあのさっきまで見えてなかったブロックをね、このすり抜け時間。あー、なんかバッチ出てきたよ、バッチ。寝顔のパワーのバッジをゲット。寝顔をするとき、スターパワーが普段より多く溜まるようになる。めっちゃいいやん。それめっちゃいいやん。ちょっと待って。バッチバッチバッチ。あ、でも、バッチポイント6しかないんよね。寝顔のパワーって1か。あ、でも1やったら。え、どうしよう。自信アタック。ガツンジャンプ。ガツンジャンプ外して、寝顔のパワーしよっか。寝顔のパ、だってさ、寝顔、あの、星の力のやつね、回復技があるけん、早く回復できるようになったらめちゃくちゃいいと思うんだ。お、落ちたじゃねえか。あっでも思ったよりさ、なんかあれなんよ、隠しブロック、めっちゃいっぱいない？やっぱさ、アカリンが仲間になった、なんていうん？フィールドというか。あれやけん。普通よりもいっぱい置いとんやろうけど、隠しブロックを。ビリビリキノコ。どうしよう。おかしなもといらんや。よし。さあ、これで、とりあえず一旦回復して、セーブ。お、で、行きますか。兵法たちがいっぱいおるって言ったよね。お、あ、あれピンキーやな。待って、とりあえず一旦ピンキーに切り替えて。あかりんマジでずっと持ってくるんやね。なんですぐ裏にいるんだ。キャー、マリオの様子伺いよったな。お、何あれ、バッチ？あれも。なんか一人すごいどんくさいのが。もしかしてさっき、わーって逃げていったのもあの一匹かな。めっちゃ可愛いんですけど。あ、間違えた。待って待って。アカリンに変えといて。よ、これで。見えないブロックはないですか？あ、そこにあるやん。ビヨーン。お、待って。
別にあれ上に上がった意味そんなないな。あ、そっか。これで、まあ、一旦叩いたら見えるようになるけん、これで取りに行くんやな。ん？この距離無理だな。パレッタか。行くぜ。待って、取れんくない？あ、これあれ？カメキの甲羅のやつでも取れるんやっけ、アイテムって。でもなんか若干上ないよね。え、この位置で、なんかさらに見えないブロックがあったりはしないのか。え？カメキの、甲羅。あ、なるほど、破壊する方。キラキラ落としをゲット。流れ星を敵全体に落とす。攻撃力は6。あ、バッチじゃないんや。攻撃アイテムね。なるほど。どうしよう。まあ、攻撃力低いやつ。あ、これも別にいっか。んで、あかりん。なるほどね。直接アイテムを取るっていうのしかなかった。これは別にいっか。眠れよい子よみたいな感じのやつやったよね。確か。何やってんの？キャー！逃げろ逃げろー！あれ？なんかちょっとずつ減っ、なんか壁の隙間からすり抜けていきよったけど今。最終的には破壊したみたいやけど。